焼きすぎというテクニックは日本で行われているんですけども、いつ始まったのか、非常にライデック発揮します。その理由は、何単にやるかというと、木を大変腐りやすいので、保存するために表面です。で、それは三角形に板を組みまして、中に新聞紙で火をつけると、下からずっと燃えていって、上まで燃えます。で、非常に驚くことに、スタート上と、大体燃えよりますが、10分から15分が来ますと、同じ朝で焼けるっていう、非常に特徴的な感じ。で、これは日本ではですね、特に西日本でしか使われていなかったんですけれども、それで西日本でも、ちゃんとした立派な建物には使えなくて、むしろ、普通の人たちの住宅の壁とかですね、そういうものに使われていたんですけども、まあそれを、意識的に、使うようにして、焼くテクニックも大工さんから教わってやっています。日本人が中国からお茶を受け入れて飲むようになってから、大体700年くらいの歴史があるんですけれども、400年前に今の茶室とティーセレモニーの形式が決まります。これは千の利休っていう方が大体決めたんですけど、まずですね、非常にこう狭い空間で中でお茶を飲む。外を絶対見ない。光は室内に導きますけども、外を絶対見ない。ではそういう特殊な狭い空間の中に、ちゃんと火を中に入れまして、そこで亭主が、ホストがですね、自分でお茶を立ててお客さんに出すっていう。それまでお茶はですね、召使が立てて運ぶものだと。それを亭主が直接自分で立ててお客さんに出す。で、そのお客さんはですね、身分差というのをつけないということで、商人でも、武士でもですね、坊さんたちとみんな自分の身分を捨ててそこに集まります。それから非常にこう狭い入り口から入る。狭い入り口から入るっていうのは二つ意味がありまして、一つはですね、武士は刀、身分の象徴である刀を刺す中に入れない。突っかえちゃいますから。もう一つはですね、こう狭い穴のようなところから入ることによって、そこが外の世界とは違う、一つのこう、壺の中のような別の世界であるっていうことを印象づけるために、そういう入り口から入ることになる。で、ただし非常に狭くて、全体を非常に狭い空間なんです。400年前に利休が作りました。で、それは大変私にとってはですね、魅力的な空間です。おそらく空建築の基本のなるものじゃないかと思って、それでいろいろ取り組んでやっているようにしています。利休の作った茶室から引き継いでいる部分と引き継がなかった部分があります。引き継いでいる部分は狭い空間である。それからもう一つは小っちゃな入り口から入る。で、自由の出会いをする。この三つは引き継いでいます。で、引き継がなかったことがありまして、それともう一つ、中にこの炉を入れる、火を入れる。これは引き継ぎました。引き継がなかったことはですね、一番大きなのは、利休は外が見えるようにはしなかった。で、僕は私は外の見えるように割と大きな窓を開けます。作った後、気づかなかったことはですね、畳とか障子って日本を伝統するものは私は使いません。それから利休は必ず床の間っていうのをつけたんです。これは飾る、ものを飾るための場所。それは私も床の間と今つける。ですから、半分くらい利休から引き継ぎ、半分くらいは、自分で考えて。茶室っていうのはですね、もう利休の時からそうでしたけども、非常にデザインについてはあまりルールがない。非常に
の日本もそうですけれどもヨーロッパと同じようにそのスタイル歴史的なスタイルっていうのがあったんです。でその、まあ、お寺の作り方とかですねそういうものに決まりがあったんですけれどもそういうスタイルを一切彼は作ってですね非常にこう自由にやったんです。で私もその精神を引き継いで非常にこう自由にやって、まあ、時々こう楽しげな日程を作ったりしております。あの一番大きい違いはですね今まで私の作ってきたのは大体一番大きくて 2.5メートルくらい、うん、今度はですね3メートル小っていう、まあ、私の茶室では最大の大きさの茶室になってます。最初にあの図面で見せられたんですけども本当に驚いたのは真ん中に大きな柱のようなものがある。あれがですねコンクリートのドワーッとってもうびっくりしましてですねこんな横に作るのかと思いまして、それで基本的にはですね、あれが大体柱が3メートル四方です。それにこの横に3メートル四方の大体茶室を作ると、大体あの柱と合うんじゃないかということで、考えました。もちろん、中でお茶を飲んでもらえばいいんですけども、来た人がみんなあそこで飲むわけではない、いかないと思いますけども、なんかこう、小さいけれども非常にこう楽しくて充実した、まあ、そういうところを味わってほしいと思います。じゃあ